刀匠たちが技術の粋を尽くし生み出してきた日本刀。研ぎ澄まされた美しさは乱世を生きた武将たちから現代人まで多くの人々を魅了し続ける。その美術品としての鑑賞ポイント、一つ目は全体の姿、二つ目は焼きによる刃文の美、そして三つ目は鍛錬による地金の美。全体の姿の美しさは優美な反りの具合、身幅、厚さ、切っ先の形状などを鑑賞。刃文は焼き入れによって生じた焼き場の文様のこと。流派や刀匠の個性により特徴的で様々な形が見られる。最も古い時代から伝わるまっすぐに伸びたスグ刃、ゆったりとうねる波のような曲線を描くのたれ、高低をつけて起伏が目立つぐの目、頂点が割れ長寿の実が連なるように見えることから由来する長寿など、さらに羽縁などに現れる大小の粒子で夜空の星のように見えるのが煮え。粒子が細かく天の川のように霞んで見えるのが匂いである。そして鋼の材質鍛錬により地金に現れる肌目、板目、正目、木目などに分けられ、一振りの刀に複合して現れることが多い。鎌倉時代中期の太刀、国宝国行。播磨の国は明石藩主松平家に伝来したため明石国行と呼ばれる。山城の国来派の祖と伝わる国行の作。潤いのある地金は濃いため地にえつく。刃文は長寿を主体として子にえつく。腰元に施されているのは三小塚県の刀身彫刻。全体に高い気品を感じさせる一振りである。仙台藩主伊達政宗居合の品と伝わる一振り。鎌倉時代末期の太刀、重要文化財、備前国住人雲寺。刃文は中スグ刃仕立て、小具の目混じる。地金は板目、地にえつく。備前殿の中に山城風が混在する独特の作風である。新選組局長として名高い幕末の武士近藤勇所要と伝わる二振りの刀。陸奥大将三好長通は新選組の名を知らしめた池田屋事件の働きに報いるため京都守護職の松平かたもりが近藤勇に送ったもの。亜州吉川六郎源助義は近藤勇の墓がある会津若松の天寧寺に預けられていたもの。元陸軍少将で会津若松市長を務めた松江豊久が戊辰戦争の犠牲者の墓を訪ね供養をした際、寺より譲り受けたという。新選組副長土方歳三所要と伝わる大和の神源秀国。
スグハを焼き、しのぎの高い剣術家好みの姿。中子に刻まれた銘、幕府侍が土方歳三の愛刀とされるゆえんである。